賞で最優秀男性アスリートをとアンケートで大谷が1位に、ドジャースの大谷翔平投手は11日、日時間12日に発表される米界のアカデミー賞と呼ばれるエスピ賞で最優秀男性アスリートにノミネートされている。米局 ESPN のアンケートでは 43.7% の支持を集め1位だった。最優秀男性アスリートでは大谷の他に NFL チーフスのパトリック・マホームズ、世界1位のスコット・シェフラー、 NHL オイラーズのコナー・マクデビットがノミネートされている。 ESPN はあなたの票をもらえるのは誰？と XQTwitter で4人のアンケートを行った。投票では23,608票が投じられ、大谷が 43.7% で1位、続いてシェフラーが 24.8% で2位だった。大谷は最優秀男性アスリートには3年連続でノミネート、2022年には受賞しており、2回目となれば史上4人目の快挙となる。第32回エスピ賞受賞式は11日米東部時間午後8時、同12日の午前9時から行われる。ファンは間違いなく大谷が現在は最高のアスリートであることは疑う余地がないとコメントが寄せられた。フルカウント編集部。